皆さん、おはようございます。金ンダーンです。鉄選手、高須洋介さんわかるかな二遊間務める選手でございまして、出場数はあまり少ないものの、本当に講師の渡る選手、打撃もいいです。新球団、楽天に入ってか、楽天に移籍してか、最初の選手、磯部と共に、高須洋介さんもいましたね、はい。まあ、リードオフマンとして、まあ、二番打者としてもすごいです。ただ、楽天のあの大敗を記憶した経験もあるが、 ただ優勝経験はなし。まあ、楽天にいて、まあ、ノムさん時代も、まあ、寄与し続けたそうでございます。というわけで以上です。バイバイ。